子供の頃アニポケのサトシの次回員の真似して口に木の枝加えてたやつの将来みんな陰キャ。アローラ、ポケモン第7世代作品サン&ムーンの舞台アローラ地方のポケモンバトルを今日もやっていきます。ちょくちょくアローラ地方に帰ってきてますが、誤解してる視聴者の方が多いんだけど、これは逃げじゃなくて攻めです。今春出るポケモン新作スカーレットバイオレットでメガ進化復帰説が出てるわけですよ。つまりメガ進化ポケモンをすでに使えるアローラ地方で予習してるんですよね。この動画を見てる皆さん、そして撮影してる僕もね、つまり攻めであるということで、今日はおそらくこの動画のサムネイルにもなってるだろうメガ樹海員を使って対戦していきたい。で、メガ樹海員の前に相手のパーティーに入ってる、まあ、リザードンの予想なんですが、まあ、リザードンはね、特殊なポケモンでメガ進化先が X と Y の2種類があって、進化する方向で全然性能が違ったポケモンになるんだけど、まあ、ラグラージュのあくびやランドロスの威嚇などから、まあ、積み技を使いやすい展開にできるんで、剣の舞やニトロチャージ、竜の舞など強力な技を覚えるリザードンはおそらく X 型で使われてると思うから、 X だと予想するんだったら、まあ、カバルドンで受けれるんで、ドンカバルから入って、ドンカバルだと、こいつ物流系で育成してるんでニンフィアとかがきついんで、そこに対する受けとして突撃直球を持った鋼タイプの切り刻んで、ラスイチは、素早さが破格の性能の高さで相手のポケモンを上からしばきに行けそうなメガ樹海の3匹選出できます。よろしくお願いします。で、これ相手初手リザードンで、まあ、相手のリザードン X 読みで、多分こっちの初手が樹海員とか予想したんでしょうね。相手のパーティーにラグラージがいるから、ラグラージに樹海員合わせてくるの嫌って、樹海員に強い炎タイプのリザードンを合わせてきたと思うんだけど、まあ、ここは有利対面取ってるんで、一回あくびで様子を見に行きたい。コメント。定期的に来る人気コーナー。このアローラに帰ることが、人気コーナーになって、え、ちょっと待って、相手のメガリザードン Y に進化してんだけど。ブーなんで X じゃないんだよ。ちょ、Y はまずい。いや、X だったら、カバルドンの耐久があれば、まあ、どんな攻撃飛んできても耐えていったんだけど、いや、Y はやばい。で、オーバーヒートは死ぬ。晴れ、オーバーヒートは死ぬ。メガリザードン Y の特攻種族士から。おい。なんで Y なんだよ。だこいつだけ、てかメガ進化先 Y と X の2個あるの頭おかしいだろ。ふざけんなよ。じゃ、裏、樹海員とキリギザンで、もう終わったんだけど。いや、でもな、オーバーヒート打ってくれたからなんか耐えない。樹海員はね、草タイプなんだけど、メガ進化することでドラゴンタイプが付与されるんですよね。つまり、炎技が弱点から等倍になるんで、耐えるわけないか。オーバーヒートは落ちそうだけど、火炎放射とかだったら耐えそうと思ったら、相手ギルディングガルディングに引いてきた。まあ、アローラーに帰るのね、最初の方は結構人気コーナー。確かに人気コーナーだったんですよ。数字も増えるしね。ただ最近やりすぎて、ただの日常になってきた。例えば我々が沖縄に行って、非日常を、味わうことと、これって似てると思ってて、まあ、そういう非日常を味わえるから、アローラに帰ること自体が人気だと考えてるんだけど、最近、この定期のスパンが短くなりすぎて、非日常感が薄れてきてて、このアローラに帰るってこと自体が当たり前になってきてる説はある。第6世代、XI の舞台カロス地方に行くしかないか。相手、ゴースト Z。これはまあ、ギルガルド。鋼ゴーストタイプのギルガルドには、悪鋼タイプを持つ切り刻みは強く出れるんで、まあ受け出ししたんだけど。てか、これ、チャンスじゃない？相手さ、これ防御防御下がんないっす、防御下がんないっす。防御、ちょ、な、大フォローと勘違いしてる。これ大フォローじゃなくて無限アイアへのイザナイです。ちょ、何を言おうとしたかっていうと、大フォローを切り刻みに打たれると、まあ、切り刻みの防御が下がるじゃないですか。大フォローの効果で。で、切り刻みは特性負けん気で、自分の能力が下げられると、まあ、攻撃力が2段階上がるっていう特性を持ってるんですよね。つまり大フォローで防御が下がったら攻撃力が2段階上がるから上手くねって思ったけど、冷静に考えてそれが起こり得るのは、剣盾ガラル地方の環境だけだったから普通に間違えた。相手キングシールドしてくる。まあ、ガルドはこんだけ HP あればまだ樹海員に対して役割持てるから、まあ、引っ込んでくるかなと思って交代読みで追い打ち打っといたんだけど、追い打ちはな、知らない人も多いかもな、これ。追い打ちって剣盾で覚えるポケモンいないよね。なんか消えたんだよね。めちゃくちゃいい技だったんだけど。で、これはキングシールドで、てかこの時代のキングシールド攻撃力2段階下がるじゃん。剣盾だと1段階だから、1段階下がった後に魔剣切れプラス2上がるから、まあ、実質攻撃力がプラス1段階上がるんだけど、すんよ
あ、これ急所だよな。これ有効急所っすね。この時代のギルガルドは、まあ、そもそもキングシールドの仕様も、まあ、違うし、種族値も、高いんで、てかこれワンチャンあるな。相手リザードンでしょ？で、リザードンに対して不意打ち打って、まあ、だから、キリ刻んの不意打ちプラス、メガ樹海のデューの波動で相手のリザードンを倒せるか、っていうゲーム、なんだけど、不意打ち通る、ニトロチャージとかあったら、あれだけど、火炎放射、突撃直撃で特防を上げてるキリ刻んという、さすがに晴れ放射は耐えない。いや、ただ、あの HP のメガリザードン Y を、この樹海のデューの波動で倒せる気がしません。いや、一応特攻種族値上がってるんだけど、メガ進化することで樹海に特攻種族値上がってるんだけど、まあ、リザードもまたメガ進化することでめちゃくちゃ特攻種族値上がってるわけよね。お父さん！はーい！またまた受けループもどき当たったんだけど、ラキぐらいゲンガー？右下に踊り鳥もいるんだけど、剣盾からポケモン始めた人、踊り鳥知らないでしょ。まあ、踊り鳥は4種類のタイプがあって、まあ、今相手が使ってる踊り鳥のタイプは電気タイプなんだけど、まあ、特性もね、踊り子っていう、面白い特性を持ってますよっていう話を置いといて、これ、樹海院じゃなくてルカリオだな。樹海院、メガゲンガーより早いメガ樹海院を通していきたいんだけど、メガ樹海院特殊型で、特殊系最高峰であるラッキーに乱暴できないんで、ルカリオから入って、ルカリオだとメガゲンガーきついから、追い打ち持ってる切り刻んで、まあ、ラス1はあくびでサイクル回しやすそうなカバかな。いや、これ怪しいか。一応踊り鳥怖いから、カバ投げたけど、オクランさん対戦よろしくお願いします。コメント、スカルダン一同、ライバロリの帰還をアローラでお待ちしております。スカルダンって、ポケモン歴代悪の組織の中でも一番スケール小さいよね。ロケット弾、うわ、ゲンガーか。ゲンガーは、まあ、一応ルカリオ自信あるから、まあ、自信でもいいんだけど、鬼火とかされると、あと気合玉、気合玉だったらま、切り刻みにも一貫してるから、だるいんだけど、鬼火打たれる方がめんどくさいってのと、あとゲンガーは耐久低いんだけど、メガゲンガーにメガ進化することで、まあ、耐久値が結構上がって、HP ぶりメガゲンガーとかは、メガルカリオのタイプ不一致自身を耐えてくるから、まあ、一応切り刻みに引いたんだけど、相手も自信とかをケアしてヌオーに引いてきたって感じから、あんまり美味しい対面ではないけど、ロケット弾は世界征服、マグマ弾、アクア弾は大地や海を増やす、みたいな壮大な目的があるけど、スカル弾ってなんもないよね。畑落とすと打っていく。ま、さすがにヌオーこの時代から硬い。ゴツゴツめって畑落として。いや、呪いかいや、呪いまずいな。てか、この時代のヌオーってゴツめ受けってよりはあれか。ノーマル Z の、ま、呪い型みたいな、蓄えるか。ヌオーの方が主流か。確か蓄える Z が HP 全開するから、その、相性がいいんだよね。ヌオーみたいな耐久ポケモンと。で、これカバーに引いて、これてかこっちのポケモン、カバルドンだの、キリキさんだの、メガルカリオだの、まあ、全部物理アタッカーしかいないから、呪いで防御上げられるときつい上に、まあ、今回使ってるカバルドン、ゴツメ怠ける型で使ってる性質上、アキビ。吹き飛ばしや、アキビ。ちょ、ロロロロロロ。一回冷静になる。吹き飛ばしや、吠えるみたいな、相手を流す技を採用してないから、眠る前提で、ヌオを寝かして呪い積まれるときついと思ったんだけど、連中ってくる。ゴツメ入る。まあ、ただ、カバルドンの前だと呪い積みづらいよな。吹き飛ばしとかある可能性があるから。まあ、そこまでケアして冷凍パンチで殴ってくるが、ゴツゴツメットを見たことにより、相手が、ゴツメカバだったら吹き飛ばしも吠えるもなくねみたいな前提で動いていく可能性ある。ここのルカリオだしな、リスク高いけど、ヌオ引っ込める。これゲンガーだとだるい。だるい対面できた。さっきも言ったみたいにこの対面は、まあ、砂鍋入ったから、まあ、ゲンガー自信で落とせそうにはなったんだけど、この砂鍋1がめちゃくちゃでかいんだけど、ルカリオに鬼火入れられると、まあ、相手のヌオとかを突破できなくなって、まあ、ヌオはね、ルカリオで多分突破できるんですよ。メガルカリオの適応力インファイトで。だから、ルカリオの火力は最大限維持したいから、ここも切り刻み。おのりのり来た引いたけど、めちゃくちゃ相手、切り刻みゲンガー捕まえられないように、読んで立ち回ってくるな。おのりのりさぁ。おのりのり、バチ。
バチバチスタイル、パチパチスタイルかの踊り鳥。何意識？相手サンダーと踊り鳥間違えてるだろ。踊り鳥引っ込める。追い打ち打って、もう何してくれるか分からんかったから適当に追い打ち打ったけど刺さったけど全然追い打ち入ってなくて草生える。追い打ちって交代際に打つと威力が2倍だからそこそこ入るんですけどね。またヌオーが出てきます。スカルダンってさ、ただのヤンキー集団だよねって考えると平和だな、アローラ地方。いや、アローラはエーテル祭壇がロケット団の役割になってるよりなのか。ルザミーレおばさんで、これはヌオーに対しては切り刻ん何もできないんで、これカバであくび入れてヌオー眠らせるガリオの適応力インファー、まあ、ぶちかますぐらいか。相手のヌオーがやってくる行動、呪いを無理やり積んでくる。ほんとこれ毎動画毎動画毎度言ってるけど、アローラに帰るたびに受けっぽいパー当たるけど、アローラ環境の前世紀より受けっぽいパーの濃度上がってない？それとも増田さん、もしかして僕のウルトラサンウルトラムーンの稼働をストーカーしてる？僕がランダム対戦に潜った瞬間に受けパーのポケモン AI とマッチングするように仕組んでるだろこれ。相手自信打ってくる。ヌオーの技構成がこれで4つありましたね。ここは自信だな。一回ヌオーに、あくび入れたヌオーに、ルカリオ引き見せてるんで、ここ、ルカリオが自信に落とされると、もういよいよヌオーを倒せるポケモンがいなくなって終わるんですよ。引っ込める。これゲンガーだとめちゃくちゃ上手いけども。ま、さすがに踊り鳥。踊り鳥ってアンコールとか使えんの？何してくんのこれ。ちょ、わからん。自信すかされた。いや、怖いこれ。いや、なんかアンコールとかあるとだるいから、自信で縛られるとだるいから、一回引くか。これ何してくんの踊り鳥って。引っ込めます。増田さんさ、ポケモン制作陣の中で立場が上になりすぎて雑務跳ねやすね。増田さん雑務やる必要ないからって、そんなしょうもない遊びしないでます。かっこ歓喜。でも僕ウケパと動画撮ってる時に当たるの大好きなんで嬉しいです。これはたきか。いや相手のさ、ヌオーゲンガー踊り鳥のサイクル崩せないんだけど、目覚めるダンス、これ電気タイプの目覚めるダンスっすね。まあ、踊り鳥は4種類のタイプがあって、何があるんだっけな、電気、ゴースト、炎を、じゃああと1個忘れたけど、なんか4種類あるんすよ。踊り鳥ってアローラに存在する4つの島、それぞれに存在する花の蜜でタイプが変わるっていう設定だから、こいつアローラから出られないんだ。踊り鳥別の作品に出れないじゃん。こいつ第9世代ももう登場しないことを概ね確定しないか。踊り鳥。お前もアローラの亡霊なんだな。ハニヤスメで耐久してきて、なんかサンダーみたいなことしてくるんだけど、この踊り鳥。あいつサンダー持ってないだけだろ、これ。え？あ、飛行 Z。これやばい？もしかして。え、なんか、え、やばい、これ。え、相手怒ってる？ファイナルダイブクラッシュ。相手怒ってる？踊り鳥バカにしたから。これ、サンダー持ってないで。ちょ、ごめん。相手怒ってる。耐えろ。やばい！あ、てか、目覚めるダンスってこれ特殊技？いや、なんかさ、目覚めるダンスってダンスだから、なんか物理技っぽいじゃないですか。って考えるとなんか飛行 Z も物理技の捨てるのかなと思って、相手の踊り鳥、明らか硬いんですよ。だから、耐久よりめっちゃ泥くし振ってるなぁと思って、だったら、飛行 Z 撃たれたとしても、カバの耐久があれば耐えると思ってたけど、あれ、暴風に乗せてるのか？暴風の Z 技か。それはカバるともちろん。踊り鳥引っ込める。ヌオーを。いや、むしろここでヌオーを出してくれたのはありがたい。いや、ヌオーはね、いや、剣盾のヌオーは、物理型ルカリオに強いけど、この時代のヌオーは、物理型ルカリオに弱い。適応力インファ受けれないから弱い。で、冷凍パンチプラス適応力インファで、いや、落ちると思うけどな。いや、落ちる。で、これインファ。これ誘われてる？インファイトをヌオーに打たせてゲンガーでスカーさせようとしてる。これ三角交代か。相手めちゃくちゃ、いや、相手うまいってポケモン。いや、それはな、まだウルトラさんウルトラムーンでこんなパーティー使ってるようなやつはポケモンうまいよな。うわぁ、はめられたわ。誘われたってか。突っ張るか、これもめんどくせえから。いやでも突っ張るんだったら、冷凍パンチとか打つべきだったな。こっちが、何回も切り刻ん読み、相手に合わせられてるわけよ。相手が切り刻ん読みしてくるんだったら、踊り鳥、ああ、突っ張ってきた。
まあ、踊り鳥やヌオーに引いてサイクル形成し直してくる方が当たり前だと思ったから、自信打つのは雑魚だったけど、相手のゲンガーが突っ張ってくるんだったら、オッケーオッケーオッケー、滅びだったらこれ自信でよくて、あ、これは多分、キリギザン引きまで見た滅びだったんだろうな。いや、多分勝ったと思うけど、自信打つ、で、いや、勝ってないか。ヌオーに呪い積まれると怪しいから、ヌオーに呪いだけは積まれないように、立ち回っていきたい。これ誘われてるか？これも冷凍パンチ誘われてるか？冷凍パンチをヌオーで受けて、ヌオーに飛んでくる次のインファイトを踊り鳥で受けるみたいな。お、通った。いや、だったら勝ったっぽいけど。いや、勝ってないか？これ跳ね休めか？これ。滅びたん。あ、ボールかわせ！はい、神。いや、多分勝った、これは。いや、インファで踊り鳥、こうインファ連打でもいいもんな。インファで踊り鳥落として、で、ヌオーもインファで落とせば勝ちだから、相手降参してきたんだと思うけど、いや、激アツだったな。あ、待って、バグった。画面固まった。ふぅ、ふぅ、直れ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 、戻れ、復帰、生き返れ、戻ってきた。ああ、またバグった。ゲームはフーフーすれば治るし、テレビは叩けば治るって、子供の時からそうやって教わって育ってきた。今の子供は知らないだろうな。ゆうすけさん、対戦よろしくお願いします。ネガジュカインの動画にしたいから、ネガジュカインがそこそこ活躍する対戦取れるまで、まあ、粘りたいんだけど、相手のパーティーにキノガスタいるから、まあ、草タイプでキノコの胞子を無効にできるジュカインそこそこいけそうじゃない？ジュカインだと、メガメタグロスきついから、まあ、カバルドンも投げといて、ラスイチ、化けの皮って、なんやかんやできる、ミミッキュでいきます。対戦よろしくお願いします。まあ、キノガッサーとかから来てほしいですけどね。カプリヒデとか、メタグロス。まあ、この対面は圧倒的出し負け。草タイプ、草ドラゴンタイプのジカインは、まあ、基本的に剥がれタイプを持つポケモンに何もできないので、突っ張れないんだけど、まあ、ここはゴツゴツメットカバルドンで受けて、メガメタグロスだと思うんだけど、メガ進化するとメタグロスは特性硬い爪になって、一部の技の威力がかける 1.3 倍になるんですよね。冷凍パンチとかもその補正が乗ってきて、まあ、次回に対しては多分冷凍パンチから入ってくるんだけど、カバルドンにまで一貫してるから、打ってくるんだけど、で、硬い爪で威力が上がってるんだけど、まあ、カバルドンの冷凍パンチ、圧倒的耐久の前では無力。で、ここをさ、本当は釣りたいんですよ。ゴツメカバルドンにメタグロスが突っ張ってくるとは思わないんだけど、メガメタグロス使いてたまに IQ3 になって、アイアンヘッドで、アイヘル拾わせればいいやみたいな感じで突っ込んでくるから、いや、さすがに引くか。さすがに引くか。いや、ここ本当は、そうだよな。カプリヒデとかキノガッサーが、こっちのカバルドンに対して強いから、まあ、多分後出ししてくるだろうっていうのはなんとなく読めたんだけど、まあ、さっき説明したみたいに IQ3 になられて突っ込まれてたら、まあ、交代読み交代とかしたところで、こっちがリスク背負うだけなんで、ちょっとおとなしく行かざるを得なかったですが、これな、本当はジュカインに引きたいんだけど、ジュカインに引きたくない。なんでかっていうと、メガメタグロスと組んでるカプリヒデ、メガメタグロス、ランドロスと組んでるカプリヒデは、まあ、こだわりスカーフを持ってることもたまにあるから、ここ、相手のカプリヒデがこだわりスカーフ型だと仮定した場合に、ムーンフォームーンフォーとかで、まあ、ジュカイン飛ばされるから嫌だなと思ったら、挑発から入ってくる、挑発を覚えてるカプリヒデにしてはめちゃくちゃ素早さが高い。これあれか。性格臆病の最速の、多分カプ Z のやつだな。カプ Z は前回の USUM の動画でも出てきたけど、こっちのポケモンの HP を無理やり4分の3削るってやつですね。ただここで相手のカプリヒデがスカーフじゃないのが分かったんで、樹海に投げて自然の怒り言ってくる。あれ、自然の怒りってミミッキの化けの皮割れるんだっけ？オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。まあ、樹海な、一戦目、一応進出はしたんだけど、パワーがなさすぎてメガリザードを前に打ち負けるっていう失態を犯したから。ただここは、素直に草技を打つんだけど、リーフストームじゃないとこれカプリヒで倒せない可能性あるから、リーフストを打つ。リーフストにメガメタグロス受け出しされたらそこからカバルドン投げればいいんで、サイクル的には間に合ってると思うが、まあ、引っ込んでくる。サンダーあ、サンダーか。まあ、サンダー出せるか。カプリヒではフェアリータイプでドラゴン技無効だから、まあ、サンダー、てか、カプリヒデ対面はドラゴン技打てないよな。つまりサンダーに通る技ないよなってことで。まあ、後出しできる対面か。てか、メガジュカインさ、これリーフストーム打つときかっこいいんすよ。見てて。あ、尻尾のこのドリルみたいなとこが飛んでくんよ。あ、そこ飛ぶんだみたいな。いや、かっこいいんだよな、これが。
マリーグストーム打ったんで特攻が2段階下がる。ジャローダだったら特攻が2段階上がってる。けど樹海院だから上がらない。これミミッキ下げだな。目覚めるパワー氷が一貫してる対面だから。まあ、メザパも知らないか、君たち。メザパだと思うんだよね、樹海院とカバルドンに一貫してる技がメザパだから。だから、まあ、あんまりカバルドンにも引きたくないよねっていう。HD カバーとかだったらメザポ呼びねカバー出したんだけど、ここでミミッキの化けの皮を無理やり雑に使いますが、こっからゴースZを受けれるポケモンが相手にいないはず。そういやコメントで、前回の動画に登場してたミミッキが、まあ、でかいみたいなのあって気づいたけど、気づいたってか思い出したけど、アローラには主ポケモンっていう、ちょ、比較画像を載せとくけど、マジでかいんですよ。でかいポケモンが存在するんだけど、なんとランダム対戦でも使えるんだよね。ポケモンレジェンズアルセウスの親分ポケモンみたいなイメージ。てか相手もサンダー、はい、いや。いや、まあ、サンダーって素早さ持続値100で、まあ、ミミッキは96ぐらいだから、まあ、サンダーが速いのは当たり前なんだけど、まあ、サンダーって剣盾の環境だからこそ最速個体ってそこそこいるけど、このアローラの時は体型型サンダーが一般的だったから、最速個体って珍しいんですよね。コダリスカーフこいつが持ってんのか。大フォローで、まあ、サンダー倒せるし、カプレヒリに引いてきても、グロスに引いてきても、落とせるって対面だったんで、無理くり Z 技ぶっ放して、で、これミミッキもいらないんだけど、バレパンでミミッキ縛られるし、いらないんだけど、まだ、取っときます。ここカバルドンに引いて、カバルドンにカプレヒレが合わせられた時にミミッキュを生贄に捧げメガ樹海院を死に出しするっていうクッションの役割が持てるんで、ここは引いて、もしかしてこの時から始まってたってことか。ポケモンでかくしとけばよくねみたいにポケモン公式が考え始めたの。ダイマックスだの、親分ポケモンだの、アイアンヘッド、ってことはメタグロスバレパン持ってないのかな。ここは自信でいいかな。メタグロス使いが IQ3 になってくる可能性と、ここで自信を打つことで、まあ、ガプレヒレを削っといてサイクルか、で押し込むっていうか、で無理か、これスナメプラスカバルドンの自信2発でカプレヒレ落とせないんだったら、この自信あんま意味ない説あるけど、どうっすかね。めっちゃ入った。あ、ですよねー、急所ですよね。で、これさっき言ったみたいにミミッククッションにして、影打ちって、これでカプリヒレ、買った。あ、塩水か。これは、あれっすね。HP が半分以下の時に威力が2倍になるウィザー技で、カプリヒレの Z 技と相性がいいと。で、砂ラメでカプリヒレ落ちる。で、これは、いや、正直、樹海院から入りたいんだけど、ミストフィールドがあるうちに、いや、勝利だけ目指すんだったらカバルドンから入った方がいい。ミストフィールドあるうちにカバから入って、ミストフィールドがあると、まあ、状態異常にならないから、まあ、メタグロスのレイドパンチとかで、コール心配が、ないわけよ。で、負け筋を潰すために、いや、本当は樹海院から入って、まあ、いい感じにしたいんだけど、ちょっと貪欲に勝ちに行くわ。で、これ地震でゴツメダメ込みでメタグロスの耐久が高いとはいえ、さすがに落とせると思う。再生落としたー。ということで今日は久々に、いや、もはや久々ですらない、アローラ地方に帰ってきて、今日はメガ樹海院っていうかっこいいポケモンを使って、ランダム対戦しました。また1ヶ月後ぐらいにアローラ地方行こうと思うんで、いろんなメガ進化ポケモン見たいよって人は、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。